深センでは大量の失業者が路頭に迷っている、広州の有名な歩行者天国は寂れているといった動画が最近ネット上で出回っており、中国の経済が深刻な不況に陥っている状況が感じられます。ネットユーザーが投稿した動画には、深セン市の道路の脇に一列に並ぶ大きな木に一つずつハンモックが吊るされ、人々が真っ昼間からハンモックで寝転がり、道路脇に座っている様子が映っています。別の動画には、広州の有名な歩行者天国である上下宮が寂れており、多くの店舗が閉まっている様子が映っています。動画を撮影した人は、今の時間は午後6時だ。以前ならこの時間には人混みで賑わっていた。今の状況は目の当たりにしなければ、本当に信じられない。多くの人々は、新型コロナが収束すれば、再び活気づき、元の生活に戻れると信じていたが、現実は非常に厳しいもので、私たちが今見ているのは、あらゆる業界が凋落し、大量の店舗が次々と倒産していると語りました。一部の経済学者は、現在の状況は政府にはお金がなく、企業にもお金がなく、消費者は銀行に預金があるかもしれないが、不況であるため、自分の預金を軽々しく動かすことはありません。このような状況では、不況がさらに広がっていくと分析しました。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Gone King World.